感謝で無茶ぶり。おはようございます、川原みのりです。さあ、感謝で無茶ぶり、今回で第6回目の、収録となります。だんだん終盤に近づいてまいりましたけれども、本日はこちら木コーナー茅ヶ崎店さんにやってきております。さあ、現在ですね、無茶ぶりをたくさんされまくって、なんとトータルでマイナス2500枚ぐらいですかね、はい、相当な負債を抱えてます。そのうち多分1000枚ぐらいは理不尽なマイナスだと思うんですけど、まあいいとして、とりあえずまあ物も買ったしね、うん、いいんですけど、はい、なのでまあそのマイナスをどうにかしつつ、今日も無茶ぶりをこなしていきたいと思います。ということでサイコロお願いします。はい、だんだんボロボロになってきましたね。すごいボコボコこれちょっと転がり方変わるんじゃないですか、こんなボコボコだったらいきますえい、転がれ転がれ、あ、ちょうど間をすり抜けて、あ、落ちないよな、よいしょ、あ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 、に、また2だ2です。2ということは、今回はプレッシャーに打ち勝てって何ですか。はい、すっぴんで来ていただく。私いつも朝すっぴんで来ますけど、あ、えすっぴんでそのまま収録、それはちょっと NG かなNG かないや、すっぴん出したことないわけじゃないんですよ。でもさすがにずっとすっぴんで打ってる動画はないです、今のところ。てか、いなくない？いなくない？みたいなそんな人います？誰か見たい人います？むしろ誰得だ？そうか、まあ、今日勝てばいいんですよね。はい、今日プラス3枚になれば回避できるということで、もはや無茶ぶりというか罰ゲームかなみたいな感じですけれども、はい、まあ、うん、それもやだなー。あー、でもそっか、断食すればいいのか。どうしようとりあえずまあ今日勝ちは問題ないということなので、はい、プラス3枚目指して頑張りたいと思います。それでは実戦行ってまいります。おはようございます。おはようございます。今日は何打ってもいいんですよね。ってことはフリーってことですよね、要は。プラスにすればいいだけだから買ったんだ。ちょっと久しぶりに先行で家康ちゃんでも打ちたいでもマジで恋持ちいいんでここにします。大丈夫、勝率めっちゃいいですから。はい、まずは、先行で太平助君、徳川家康、はい、からスタートします。まあ、6号機で恋持ちいいので低投資で済むように頑張ります。最初は朝一はね、残りゲーム数が見えてないですけど、お、チャンス名。またチャンス目すごい。まあ、ベル、まあ、というか小判というか、お、結構引けてたら恋持ちは本当いいんで。1000円で1周ぐらい余裕でいけるんですけど、お、スイカ、おお、すごいすごい一気に SR。 ゲーム数が見えないな、見えないからわかんないけど、うん、すごいチャンス役は引けてる。あ、シナリオも、フォーマルなんで4ですかね、シナリオ4以上、4以上、4濃厚。はい、スイカチャンス入りました。今チャンス目からです。小屋子いければおい、よしアップ。あ、こっちもアップした。ゴリラ全然アップしない一回だけ。ああ、発展しちゃうね。はい、おお、こんな続かないよな。あれ、結構いつも久しぶりなんですけど、あーでもちょっとチャンスアップがない。頑張って。完全にアウト。残念。せっかくね、初っ端から1周目から結構チャンス目とかもいっぱい引けて調子良かったんですけど、ダメでした。まあ、ここのね、星を増やすのも大事ですけど、うちのガチャレベルを上げてもう確定まで持っていくっていう手もあります。ちょっとちげみなんだよな。残り今上がってもな。あ、シンカちゃん咲いた。引かなくても上がるとき上がる。だけもうジャッジです。おう、おう、チャンス目なんか、もしかしたらまたミコミコ入るかもしれないし、私の本気見てくれたかしら。負けちゃったー、悔しいです。あ、やっぱ入りました。チャンス目からみこみこチャンスです。あれ、お、これは熱いんじゃない。チャンス目だし、最初なかったですもんね、煽り。えい、やった、当たったありがてー。218ゲームです。投資5000円、よかった。さあ、全国大名ゲットです。あ、上がってくれた。今最後のベッドで7なんで、7がですね 50% と 80% の交互のやつなので、まあやれなくはないかな。あ、ニコミコライブ、ニコミコライブ入んだ。ミコミコチャンスで AT 当選したら入るやつです。すいません、すっかり忘れてました。このバードロイ確率10分の1ぐらいなんで、ストックゲットできます。よし、乗せるぞ。おいおいやばい、ラス終わったのかな。あ、ちょっと待ってシナリオが良くなってくれてるよ。また8、とりあえずコミコライブでは何も載せられませんでしたけど、戦国点も入りましたので、はい、おそらくシナリオが8までいってくれてるので8だと思います。なんで、80% が先の50% と 80% の交互のやつです。まあ、最初が 80% だと思うので、まあ、2連はいけるでしょう。エドライブが好きなんでエドライブにします。割とやれないシナリオではないので8セット完走は全然狙えると思う。いやでも乗せたかったな、さっきのミコミコライブ。点です。よしよし、大丈夫でしょう。2、1、よし、ダイブ成功です。で継続。はい。つばみ。家康タイムにしようか。G1 っぽいやつ。うん。まあ緑でしょう。ここに来て告知が来ないということはやっちまってるかもしれない。うわー、これはこのゼロがもうラストなんで、あ、なんかスイカ50%、いや復活とかないかな。238枚、まあでも使ってるのが5000円なんで、まあ、ほぼほぼ取り戻してる感じです、うん、あっちからだ、あっちからスタート。というRからですね。そうだ、負けたらすっぴんだった、すっかり忘れてました。今全然プレッシャーも何もない忘れてたらこのぐらいの暗さだったら分かんないですよね。暗いところを希望であ、そっか、オープニングあんだ。そうだ、もうオープニングもすごい駐車場の中のすごい暗い隅っこの方でやりましょう。もう眉毛、あ、でもね、聞いてください、私眉毛結構生えてる系です。そこはなんか、まあ、たまに眉毛ないくなっちゃう人とかねいるかもしれないですけど、それは多分大丈夫。全体的に薄いねって言われます多分なんかスピンの時、まあ、そりゃそうか。ラスト、4年目、冬温泉です。まあもう天井の周期となってます。継続シナリオ、期待度アップ、高確率でもあるんで、ここはガンガン上げていきたい。いや、もうちょっと頑張れよマジでこいつ。あ、野球で勝てるのか。チャンスアップ出てこないですけどね。弱い弱い。よし、もう何もないですけどね。704ゲームです。天井です。1万5000円相当使ってます。1万円もつけちゃったあれから。シナリオがでも、まあ、これレベル1ですけど、おそらく4以上はあるはずなんだけどな。シナリオ示唆を見ながら進めていきたいと思います。全国タイムです。チアの人も確かシナリオ678の期待度は高いはずです。右だよ左だよ、はい、とりあえずドライブが一番安心できる。なんか、まあ、もう関係ないですけどね別に。いきます。です。いや 10% なのかと思うと怖い。あ、やばい、合わない。あ、3、あ、いいね。あ、うそ、単発。119枚。わあ、これがきつい。本当？復活ない。悔しい。どうしよう。まだ打ちたいけど、ちょっと15000も使ってるんで、厳しいものがあるな。どっちか、うん、すごい上がった。おお、しかチャンス。1回だけ。おお、今日チェリー。行っちゃったけど。みこみこチャンスです。今日セリーで当てたい。お願い。結構引いてんだけどな。結構引いてるんだけどな。やっぱ5番じゃダメかな。もう、あ、残念すぎる。あ、でもチャンスの関ヶ原続けていいですか。悔しいな、さっきから。しかないんだよな。ちょっと回しちゃうと天井がそんなに深くないので、でも総投資2万以内ではなんとかしたい。最初はすごい周期がめちゃめちゃ短く感じてたんですけど、もう今遅くて遅くて。はい、もう少々お待ちください。200ゲームぐらい。でもこの感じだと本当にマップ10で、そうすると5ガチャレベル5が狙えるかもしれないね。そこからレベルアップさせて、シナリオ9とか10とかが選ばれたら8セット完走は見えてるんで、もう打てないって分かってます。恥ずかしい。あ、よかった。